イタリアのタイヤメーカーピレリは2021年6月8日、現地時間、イタリア・ミラノにおいて、2022年版ピレリカレンダーの概要について発表した。2020年は新型コロナウイルス拡散という緊急事態に直面し、2021年版ピレリカレンダーの制作を中止したピレリ・ザカロリーと呼ばれるカレンダーの制作プロジェクトは、2022年版で再開されることになった。新作の撮影を担当するのは、ミュージシャンとして知られるブライアン・アダムス。1990年代後半からロックのキャリアと写真への情熱を融合させ、ミュージシャンや俳優、モデルなどを撮影し高い評価を得てきた。これまでの被写体にはミック・ジャガーやジョン・ボイエガ、エイミー・ワインハウス、ナオミ・キャンベルなどのほか、政治家、英国女王などが名を連ねる。一流雑誌の紙面を飾った写真も数多く、アメリカン・ウーマン、2004年、エクスポーズド、2012年、ザ・レガシー・オブ・ワー、2014年、ホームレス、2019年、といった作品集も出版している。ブライアン・アダムスは今回の発表に際し、2022年ピレリカレンダーのフォトグラファーに選ばれたことを誇りに思います。写真と音楽を組み合わせたザ・カロリーはとてもエキサイティングで、登場するのはもちろん素晴らしい人々です。数週間後には撮影が始まります。とてもワクワクしています、などとコメントしている WebCG。